中日3連戦、最終戦、回ってみたら阪神の3連勝ということで、ナイスゲームでした。両先発、才木、松葉も昨日言ったように、5回までくらいの大体のピッチャーなんで、100球目処くらいなんですけども、今日に限って言うと、素晴らしかったかな。やっぱり抜くボール、スライダー、そんなに、150キロ出るピッチャーじゃないけど、やっぱりコントロールが大事かなっていう、本当に打たされて、打たして取るっていうのは、典型的なインサイドに見せて、外のチェンジアップ、これをうまく使い分けて、ゴロアウト。そういう中でも本当に6回まで、5回までだな、6回に打たれたんだけども、本当に投手戦でナイスゲーム、この雨の中、本当に最近に限っては、今年一番じゃないかなくらい、やっぱり抜けるボールがすごい少なかった、でカットボールも良かった、そういう中で三振、ドルボール、まっすぐでも取れ、カットボールでも取れ、フォークボールでも取れっていう、いろんなボールで三振取れたっていうのが、今日のピッチングの醍醐味。いつも球数が多いんですけど、やっぱり追い込むと、フォークボールがある。そういう中でやっぱりストレートも低めに来るとスライダー系、カットなんですけど、最近の場合は大きく曲がったり小さく曲がったりはしてますけども、そういうボールを低めに今日は本当に丁寧じゃないけども投げ切れてたっていうのがすごいピッチングが素晴らしかったのかな。すぐももう初球ストライク取れるケースもすごい目立っていたので、そういう追い込むとやっぱりフォークボールがある。バッターの方はいろんなボール待たないといけないっていう内容の中で、今回見る中では、僕の中では、本当に雨の中だったけども、最高のピッチングだったんじゃないかな。この3試合、4試合投げた中では一番かなというようなピッチングに見えました。このまま見る限り5回で雨で中止になるかなと思いきや、続投という形で6回まで行って、そこでランナーが出て、大山が三振した時にはどうかなと思ったけども、フルカウントまで行って、あそこの読みっていうかな。やっぱりあれくらいのピッチャーであれば、まっすぐはそれまでファールを出しておいて、前に飛んでなかったんだけども、それをスローを見る限りはスライダー待ってたスイングかなと。それを一発で仕留め、一発じゃないけどね、結構粘ってくれたんで、やっぱりそこでもうスライダーが来るだろうというスイングで、ポイントもすごい素晴らしいところで打った。当たりはね、スタンドに行かないかなと思ったけども、結構飛んだのかなというふうなライナーで、スリーラン打ったっていうことで、今日のゲームはこの一振り。で、決まってしまったんですけども、そこで打った佐藤が素晴らしいんですけども、本当に2アウトからの3点。これはもう見事かなというようなピッチ。松葉も頑張ってたんだけども、結局フルカウントいって、フォアボールも嫌で、ストライクゾーンに行ったのをしっかり打たれてしまったっていう結果になって、残念なピッチングになったんだけど、松葉にしたら5回まで本当に、才木よりはいいって言わないけど、それくらい打たせて取れてたんで、本当に近本の2本だけであって、あと中野が出て、結局そういうつながりが出て、スリーランが出たっていうゲームになったんですけども、それまではお互いとも本当にナイスピッチングで、僕の中では0対0、5回でゲームセットでも良かったのかなと思ったけども、結果6連勝という成績になって首位になったっていう、本当にナイスゲームであったかなと。こういうゲームはね、おおっとしたホームランとかエラーとか、パワーボールとかで勝負つくんですけど、本当に打つ人が打ったっていうホームランだったんで、阪神にとっては素晴らしい3連勝かなというようなゲームだったと思います。一番はやっぱりその雨が当たるボールが滑るか滑らないかが一番大事なところであって、だから結果下が緩くてもやっぱり抜けるケースが多いんで、その辺が審判がどう判断するか。本当に自分の現役の時は、とにかくボールを濡らさないように手の中で隠して、下に向けてセットに入るまではずっと雨に濡らさないようにして投げていたんだけども、やっぱそこが一番ピッチャーの気になるところで。足場の場合はね、投げてりゃそんな滑んない、ぬるぬるにならない限りは投げれるんで、やっぱ濡れるボールが一番怖いかなっていう、変化球を投げるには特に滑るっていうのがあるんで、その辺を一番気をつけて投げてる。やっぱり投げるときはちゃんとそれなりにちゃんと拭いて投げるんで、そういうことは思って、最初の握ったときにどう感じるかだけであって。あんだけ砂とか入れたら、打球は死ぬのは確かなんで、人工芝の場合は反対に滑るけど、土のグラウンドなんで、やっぱり打球が死ぬっていうことで、本当に嫌だったりじゃないと、なかなか、ただ内野も動きづらいんでね、ちょっと横に行ったらヒットになる確率も結構高いのかなっていう。その辺は正面であれば打球が死ぬので、内野が前守ったり、若干前守ったり。
それが横行ったら打球が、まあ、動けないんでね、野手も結構滑るから。そういう中で正面とか結構多かったんで、その辺はまあヒット、まあ最近の場合3本しか打たれてない。まあ松葉にしてもまあ4回、5回までは近本の2本しか打たれてないっていう、そういうナイスピッチングの投手戦だったんで、本当に見る、僕らはまあピッチャーなんでいつもようにまあピッチャーが打たれないゲームが面白いかな。ランナー出たらハラハラするようなゲームが面白いんじゃないかな。まだ、それは下にいるよりも上の方が絶対いいんだけども、これからとにかく連敗をしないようにしていくのがこれからだと思うし、まだ首位になったからっていう、そういう段階でもないし、ただまあ借金終わって貯金シリーズになったっていうのは確かなんで、その横今度当たるチームが何回も言ってるように、今ちょっと下火になってるチームで当たった。巨人の場合は岡本が調子悪かった。中日は先発がちょっとノックアウトされたと、まあ打線の方もちょっと勢いなくなってきたところに当たって、阪神の方がこう上向きであったっていう、その差が出てるかなっていう、まあそういうのもなきゃなかなかこううまくいかないんで、前半のように先発がね、中日の場合全部勝ち星するくらい内容よく投げられたらこうはいかなかった。やっぱりそのチームの、まあ、柳がノックアウトされて、そういう敗戦がついた時に、次のピッチャーもそういうふうに早い回に点数取られた。今日なんかは反対に松葉が頑張ったんだけども、阪神の打線の勢いに負けたかなと。まあ、そういうのはあんまり考えてない。もう本当にまあ、そのみんながこう調子を上げるようにして、誰か全員がいいってことはなかなかないんで、今日、昨日あんだけ打っても、やっぱりいいピッチングされると、まあ、青山なんかもヒット出てないっていうふうになっていくので、それを誰がカバーするか、それはみんなが調子いいのが一番いいんだけども、そうはなかなかいかないと。そのうちピッチャーもまあ打たれることもあるだろうし、打たれたらバッターが頑張って逆転するとかの試合も出てこないといけないし、打たれました、打てませんのゲームを続けるようじゃあんまり結果良くないんで、誰かがカバーして、ノックアウトされても逆転するような打線になっていってほしいかな。